演武開演。どうも、本日はこちら横須賀海軍カレーというものを食べてみたいと思います。海軍カレー、なんか聞いたことはあるんですけど、なんだかこんなにびっしり書いてあって歴史あるカレーみたいですね。横須賀ということは神奈川県なんでしょう。ちょっといけないおさ。では早速開けてみたいと思います。見た目は具材が大きめですけど、シンプルな感じですね。では温めていきたいと思います。お待ち、少しお待ちください。温め終わりました。では早速食べてみたいと思います。いただきます。これが歴史のあるカレーの味。ちょっと手軽にしすぎ。カレーのルーはそこまで強烈に辛いわけではなくて、じんわりとくるような、そんな刺激辛さですね。ただちょっと舌に残るかなっていう感じはします。でも美味しいですね。具材が大きめなので噛み応えがあって、噛んだらしっかり旨味が口の中に広がり、お肉の食感も野菜の食感もしっかりあって美味しかったです。こうした歴史あるカレー、こんなに手軽に食べられていいのでしょうか。ちょっと疑問に思っちゃったりもしますが、とにかくこの出会いに嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。